誰誰みんなに、こうなんか、あの、美貌とか、なんかいろいろマリオさん寝てますよ。ほはぁー、もう入れないの逃げる。あははは はどこ行ったえどこ行ったわぁー、ルイージチャールズクリジーあはあ、ずれてただけあれつって。ずれてただけか。なんだ。ずれてただけなんかい。もう、ずれてただけなんかい。謎でもなんでもなかったね。本当に謎でもなんでもない。めちゃめちゃそんなにずれてた？なんや、ずれてただけかい、もう。じゃあここな。あ、ロイヤルゼリーなるほどな。対応したろうな。あ、で、ちっちゃいから押せますよってことね。え、マリオの押すモーションってあれだよね。これと、あれしかなくない？なんだっけ？なんかなんちゃら様。なんちゃら様みたいな。なんちゃら様みたいなやつ。ドン。で、謎でもなんでもなかったな。ずれてただけだったな。恥ずかしい。来いよ。来てみろ。あ、いけっす！あ、いけっす！うわぁ！カメのやつ全然倒さんでもいいよ。ああ、なるほどね。そんな難しくしないでと、メタヨミ。あ、でもいるんやろうな。俺みたいに。ずれてるだけだけど、何にも分かってない人みたいな。モロハの刃、当たるダメージが1増えるが、敵が受けるダメージが1増える。ああ、無理だね。ここ、あれだね。この、対になるバッジが手に入るんだね。面白いな。取るぞ。なるほどな。うい。で、こっちは？けい。ペッポー。んで、どうせあいつら逃げるから、じゃあ、手前の二人を倒すように動いた方がいいってことだから。どうやって？よう、レサレサね。お、なんだ？うわ、マジで？ピー！これはやばい。これはやばいですね。オラ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 、ナイスナイス、グッド、グレート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 、ほい、死ぬ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 ちょっと待ってよ。で、これは、ジャンプで、こうしといて、死ぬ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 じゃ、これ技で、スケトウだろ、スケトウだろ。あっちが透けてるな、こっちも透けとうだね。ふんふんふん。あ、目回ってる。アヘ顔みたいになってた。オッケー。ってなったら、どうしよう。あ、普通のジャンプしかできない。やば。え、やば。じゃあ、好きそう。あ、好きそう。久しぶりのおじいちゃん。じゃ、FP 回復頼むわ。よし。行くぞ。ガードしまくるぞ。せーの、ドン、ドン、ドン。あ、やばいやばいやばい。負けた。そっか、攻撃2上がってるんだった。ちみちみ、うるれ。まあこんなもんでしょう。うわ、金と FP がいっぱい。う、金金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 金。オッケー。いいね。ほんで、
鍵か。神殿の鍵。クリスタル神殿錠前外せる。オッケー、行こうか。どっちもこれ開く？あ、どっちも開くわ。開いておく。なるほどなー。なるほどなー。あれ、え、じゃあ、あれじゃん。扉ないじゃん。扉ってか、まだないじゃん。でも、このサイズで押せるってこと？え、待って、これどうなったらどうなる？あ、でも押せないもんな。あー、なるほどな。こういう横切りしか押せないのか。で、あれか、なんなら、この顔が向いてるこっちの方向にしか押せないのか。何？謎を解かなければ、ここは通れません。謎が解けたら通してあげます。あ、なんや。じゃあ話しかけるんか。話せるやつじゃん。謎を解かなければここは通れません。謎が解けた。はい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 。なんだ。ちゃおう。こっちか。OK。お尻、あ、お尻、おけつ。これ正面からキモない、これ。正面からのこの銅像キモない。はーい。何？あ、ペカペコポ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 コ。あらー、収納上手。これ話したらどうなる。こんにちは。あー、なんだ、解けましたよんと。行きましょうか。よいしょ、お邪魔しまーす。わあ、もうボスじゃん。ボスじゃん、絶対に。これ絶対ボスじゃない？ボスじゃない？これ絶対ボスじゃない？じゃあクリオにしとくべきじゃない？行きますか。しゃ、レッツゴー。え？わあ、すごい綺麗。裏口みたいだよ。この先は行き止まりかな。そういえば、星の星たちはどうしてるんだろうな。思い出しちゃったよ。で、どうしてるんだろうね。うわ、めっちゃ綺麗な場所じゃん。こんなところまで来るよ、誰だ。あ、めっちゃ綺麗な場所だね。で、姿が見えない人？でもなんか、王冠がウサギさんみたい。貴様はマリオだな。とうとうここまでやってきたが。クッククッ、星の精を助けに来たのだろうが、そうはいかんぞ。これ何、声が震えてんのこれ。寒いの？ここで貴様をやっつけて、クッパ様へのマリオの氷漬けをプレゼントして差し上げるのだ。なるほどね。わあ、周りにいっぱいいるーというわけで、じゃあ、技で物知り行ってみましょうか。パラレラ。これがパラレラね。パラレラオプション。あ、ついてるね。オプションがついてるね。パラレラだ。クッパの下でクリスタル神殿に潜り込んだやつだよ。最大値70。あ、強っ。あ、強め。オプションを吸い込んで吐き出して攻撃してくるよ。その時の攻撃は4でオプションの数だけ連続して吹き出すんだ。なるほどな。あと、凍らせちゃうこともあるから気をつけないと。これ怖いね。HP が少なくなると分身攻撃してくるね。その時の。あ、また HP が少なくなると危ないってやつね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。うわぁ、これ、今の複合だね。この、なんていうの？ゴックンがやってきた技と、あと、その、なんか、バケちゃんがやってたやつとかね。そういうやつじゃん。はい。全体攻撃したらいいんだよ。オイルって賢い。なるほどね。全体攻撃を使った方がいいよとかね。ありがとう。じゃあ、まずは、ファイアフラワーしちゃうか。いや、これはね、これやめようか。分身した時にするか。分身した時にファイアフラワーにして、最近ビリビリキノコとか使っちゃう。触れられないようにね。OK。しゃあ。何？あ、吸い込んで、トン、トン、トン、うわー。直接触れないのね、結局、あなた。あなたって人は直接触れないのね。じゃ、連続ジャンプ決め込むか。ほい、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 
ほい。ほい。あれ？タイミング合ってたはずなんだ。じゃあ、てかオプションがどれくらいの HP なのかちょっと見てないからな。あとで見てもよかったかな。4444。あ、なるほど。それで倒せちゃう。ん？うわあ！これかな？うらー。お、なに？なになになに？あ、分身するやつ。分身するやつな。はぁ、あ、はぁはぁ、どれが本物か分かりましたよ。一応右ですね。で、これはオニキス。狂ってんな、俺。やっぱ愛が欲しいですよね、そろそろね。そうそう、愛が欲しい。で、ここでよ、ここでファイヤーコーラが火を吹くぜってやつですよ。おらい！あ、手前のやつか。なんだ。で、あれか、オプション。あ、20回復？ 20 回復？は？ 20 回復？ 20 回復？何？何これ？え？浮いてる？何何何？あ、空中なんちゃらかんちゃら？パリンじゃん。だったら、でも今 FP ないんだよな。うわ、今 FP ないんだよな。今 FP ないんだよな。ってなったら、一番手前かな。ナイス！うえ、やる！うん、20？ ちょっと待って待って、サイの変わりかよ、ここ。マジかよ、ちょっとサイの変わりかよ、ちょっと待ってよ。待って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 。ロイヤルゼリーでしょ、プロポリス蜂蜜でしょ。オッケー。ほんでよ。いや、回復の長さやばーって。多分ね、攻撃力10以上の技普通に出してくると思うから。何？ふっ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 8！ ちょっと待って、8！ え、待って、8！ 待って、8！ ちょっと待って、待って、そこちょっと、キノコステーキ、美味しくいただきます、美味しくいただきます。ギリギリじゃんか、ギリギリやんかいさ。で、こうなったらば、作戦仲間チェンジの、オポコピー、オプク、オポポキョピキキョピティ、ピンキーのウルトラ爆発、ちょっと待って、待って、中チェンの、ちょっと落ち着け、こっちが優勢なんだ、こっちが優勢なんだぞ、行くぞ。で、パイプ投げ、乱れ投げだ。こっちが優勢なんだ。やっぱ手前じゃん。あれ？手前しか来ない？もしかして、これ。もしかしてこれ手前しか来ないパターン。え、どうなんだろう？本当に手前しか来ないパターン？これ。そういうことある？グリーンの時に出なかった声が。ただ泣いて笑って。いけ、過ごせ、パイプ投げ過ごせ。あ、真ん中だ、今度。危ねえ、賭けとか出んといてよかった。じゃ、これで、ドカハンマーで、決め込んでやるよ。ペッ！ 9！ あと 3！ あと
さん、頼む、頼む、ハッピー。で、ガード、ナイス、はい、シェイ。ガードを決めた時が、お前の敗北の時だ。あえて使ってやろう。ファイヤーフラワーだ。あ、でも防御力高いんだっけ。え、でも火だからいける。おらー、さーん。ふぅ、あと3、あと3で HP アップした。最後の星のせいが、クッパ様、お許しよー。許してくれませんぜ。いやー、ほんとに、君よりもスイッチの方が難しかったですな。はっはっはっは。君よりも、あのスイッチのギミックの方が難しかったですにゃー。にゃー。けー。やったぜ。ウィー、いいねー。おじさんだステージクリア。いいね。地の果ての、忘れられた神殿で生まれたジャトーと最後の星の杖を突き出しました。ナギの杖が集まればスターの杖を持ったクッパと戦うための力を得ることができます。大魔王クッパと対決する時がいよいよやってきました。果たしてマリオはピーチ姫とスターの杖をクッパの手から取り持つことができるのでしょうか。セーブして続ける。そしていつもの、お下げ状。さあでもここからどうなるんだろう。ん？どうした？マリオ、どうしてるかしら。私はマリオと一緒に頑張れると思ったのに。マリオさんはきっと大丈夫ですよ。それに、ピーチ姫はいつも頑張っておられるじゃないですか。マリオさんだってそれを知っていますよ。もうすぐ会えるんですから、その時にはうんと自慢してください。私頑張ったんだよって。そうね、ティンク、ありがとう。さあ、お部屋に戻りましょう、ね、外は空気が薄いしね。邪魔するでピーチ姫、我が輩が来たぞ。我が輩やったら帰ってや。あ、ティンク隠れてる。たまには仲良くおしゃべりでもしようではないか。良いではないか、良いではないか。我が輩ににっこり笑ってみせるのだ。いろんなところをにっこりと。あんたとお話することは何もないわ。そんな冷たいことを言うではない。これから我が輩とずっと一緒にいるのだから。そろそろ気を直した方が良いぞ。もうすぐマリがやってきて、あんたをやっつけてくれるわ。そんなことはありえん。スターの杖がある限り我が輩は無敵だ。マリオなど我が輩の敵とえはない。いい加減それを認めるのだ。お、カメクババ、クッパ様大変でございますですじゃ。なんだカメクババよ、今我が輩はピーチ姫と楽しくおしゃべりをしておるんご。マリオですがとうとう星の杖7に全ては助け出してしまいましたですじゃ。そのうち星、そのそのうち星たちの力を使ってここまでやってくるかもやもしれませぬ。一刻も早くマリオを迎え撃つ準備をしなければなりません。ぞい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 。なぬ、おのれマリオめ。ガメクマよ、以前手下どもを配置しろ。クッパ城でマリオを葬り去ってやるのだ。わピーチも一緒に来るんだ。マリオがやっつけられるところをゆっくり見物するがよい。者どもピーチは二度と逃げ出さないようにしっかり縛っておくのだ。あー、キッコーはやめてピーチ姫、ひどくするな。あ、待って、ティンク出ていいの？なんだこのピカピカしたのは。あ、ポコポコやってる。うっとうしい。あ、殴っちゃった。ティンク、早くピーチ姫を連れて行け。いやという感じか。なるほど。私の名前はダル。マリオくん、よくぞここまで来てくれたね。だるかったよ。これで君は7人の星の星全てを助け出してくれたことになる。本当にありがとう。さあ、いよいよクッパとの戦いだ。私の力も君に使ってもらうことにしよう。スターの杖を取り戻すためにクッパを倒してキノコワールドを平和にするため。そう、ピーチ姫を助け出すためにもね。いや、これで。
どうなるんだろう。マリオのサーバーが7になったぞ。マリオ、そしてお星様にという星の精の技を使うようになった。え？死んだってこと？そしてお星様には敵全体を星に変える技だぞ。え？どういうこと？マリオくん、まずは星のフローカーまで来るんだ。星のフローカーから我は星の国へ伝わる道を用意しよう。その道の名はスターロード。それを渡って星の国へ来るのだ。あ、わざわざそこまで行かなくちゃいけないのか。だる。君たちが無事に世界を救ってくれるのが私の願いだよ。頑張ろう、マリオくん。ひとまずはサラダバー。サラダバー。美味しいよね。クルトン多めに乗っけちゃうよね。ああ、じゃあ、あそこで終わりにしよう。あ、待って。どうせだったら全部もらおうか。やった。何？え？そういうことか。そういうことだわ。なるほど、なるほど、なるほど。これ行く手をこう塞がれるから、石ころがいるんだ。ちょ、石ころがいるんだよ。石ころがいるんだよ。あれ？え？よいしょ。よいしょ。どうも、青天坊のサンタクロースです。よいしょ。最後の星の精の救出に成功きましたよ、マリオさん。まさかあなたがあのマリオさんなんて想像しませんでした。あ、そっか。知られてないんだ。みんなのヒーローに会えて嬉しいな。ファンです。応援します。頑張ってください。うわ、有名な小説家さんにそんなこと言われたら嬉しくなるよね。こういう、なんていうの、クリエイターとか、なんていうの、有名人同士のこの、実はお互いを尊敬してみたいなやつ。いいよ。看板だね。まずは看板。よいしょ、こんにちは。キノコタンニュース。サムサム地方での新発見、マリオさん、クリスタ神殿を見つける。最後の星の精を求めてサムサム地方に向かったマリオさん。サムサム山の頂上で伝説のクリスタ神殿を発見しました。この神殿はもともと星を祀るために作られたそうで、そこにクッポの手下が潜り込んでいたようです。その神殿の奥に囚われていた星の精を助け出したマリオさんは、そろっと星の精たちに会うため、星のフローカーに向かった模様。いよいよクッパ城へ、頑張れ我らがマリオさん。ね、これ毎回思うけどさ、誰がこんな詳細に記事書いてんだろうね。怖いよね、ちょっとね。何これ？お星様、ハート、ほーら、僕にも書けたよ。落書き大好き、ちびちびキノピオだお。あ、君が全部書いてたの、もしかして。ちびちびキノピオ。はいはい、マリオさん、実はこんにちはと。来てるっしょ。はいよ。あ、ピンキーにもある。ピンキー、はい。ブルース。あれ、ブルースからの愛のお手紙、二通目。はい、どうぞ。ピンキー好きだ、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 この思い、全部分かってほしい、マムーキッショーひしょいね。ひしょかったね。でも、これぐらいの気持ちになることって青春時代というか中学生ぐらいの時ありませんでした？好きな人に対してこう、好きだ好きだ好きだみたいになるっていう気持ち？まあ僕はなかったんですけど。行きましょう。あかりん。ママ！あれ？あかりんママ！はい、どうぞ。あかりんもお母さんいるんだ。あかりんちゃん。元気だって聞いて安心しました。心配してたのよ。あなたが捕まっちゃった時、私たちはどうしようもなかったの。頼れる人もいなかったから。あなたを探したキノコタウンを通った時に噂になっていたのを聞いたの。絶対に大丈夫だって信じていたけど、本当に無事でよかったわ。え？あかりんのお母さん？助けていただいた方にもお礼を言って元気で帰ってきて、え、お母さんもしかして会える？え、お母さんもしかして会える？会える可能性あるってこと？ちょっとね、ご挨拶したいよね。勝手に、さらってるわけだからね、こっちはね。うん、で、ポンポコピンのポンポコダーの超救命のフライト。フライトって誰？ジョーダンさん。この裏切り者、マリオなんかと仲良くしやがって、絶対に許さねえからな。本当はポコピーっていうふざけた名前だって聞いたぜ。これからポコピーって呼ぶからな。いいか、許して欲しかったらお前の信念を貫いてみな。クッパさんを倒してみろ。そしたら、勇者やら、次元隊のフライトってことですね。なるほどな。ああ、これは、フライト、これいいやつですね、実はね。こうね、
許して欲しかったらお前の信念貫いてみな、クッパ様を倒してみろってね。クッパ様への服従はあるんだけども、ね、友達として応援するぜってね。いいやつじゃないの。これ、橋が上に登れたりしないのかな、まあ、しないか、さすがに。うん。はるかからのカラカラ砂漠に昔盗賊たちがいた。うん。いろいろな方で砂漠のあちこちに隠したんだって。これはそのうちの一つでカラカラ砂漠にどこかあるブロックの方なんだけどね。ほう。そのブロックを1回叩くと、ハタナブロックが出現するんだ。ほう。でもそれだけで10回叩くとさらに、えぇ、え、え、どれ、え、どれ、ちょ、覚えてない。ちょ、覚えてない。え、覚えてないんだけど、え、どのブロックだろう。ゴツゴツ山、うん。あ、コブロンね、コブロン、うん。コブロン叩くと、お口、単行本は、すごい貴重、うん、貴重品ですね。食べてたらみんなとっても元気になるって言うんだ。でもね、うん。コブロンは何もしないのに単行本を手に入れるため、ポンポン。コブロンは何もしないのに単行本を手に入れるため、ポンポンコブロンを叩くから。ゴツゴツ山がコブロンが、もういないの？え？最後の一匹だった。え、最後の一匹なのあれ。わ、やばい、殴っちゃった。え、え、やばい。俺が、とどめを刺したかもしれない。やばい。え、え、待って、え、ってか、え、これ、え、めっちゃ、めっちゃ、え？え、ちょ、マジでさ、この花、え？え、今日、日付変わるまでこいつと話してるかもしんない。ごめん。興味深いことが書かれていたんだ。その本によるとね。え、何？え、本当が変わった。何？え？大魔王が笑うとき、聖なる杖と七つの海峡が失われ、清らかな乙女、天空にさらわれる。されど赤き衣をまとった、赤き衣をまとった勇者が現れ、八つの心と共に世界を巡る。八つの心？あ、仲間の数か、八つの心。はい。勇者は七つの海峡を取り戻し、聖なる地より天へと昇る。勇者は大魔王に立ち向かい、乙女の願いは？というようなことが書かれていたんだよ。その先は残念ながら本が破れていて読めなかったんだ。なんだか聞いたことがあるような話なんだけど、どこで聞いたんだっけな。この物語ということですね。なるほどね。え、面白い。ん？ちょ、待って、な、前に一度話したことあるけど、こいつは覚えてるかな？あ、なるほど、あれか、もう話した話は、あれか、なんだっけ。こうやって、前に一度話したから覚えてるかなって出るんだ。なるほど、なるほど。